1996年に東洋高速鉄道が開通し、東西線直結となったことで都心のアクセスが良くなり、住環境と利便性を兼ね備えた住宅街となっています。こちらの分譲地はもともとは国の官舎が建っていた土地です。そちらを入札で購入し、開発を行いました。お客様が家を買う時と同じ感覚だと思いますが、こちらの土地の情報が出て初めて現地を見に行った時に、ここにトラスグループの分譲地が建つイメージというのが自然と湧いたのを覚えています。区画整理から50年経ち、次の時代にふさわしい分譲地を作ろうということになりました。まずこちらの分譲地の最大の魅力というのは、やはり全91棟というこの分譲地の規模だと思います。敷地の面積につきましては、最低敷地面積を100平米以上確保しております。区画によって110平米、120平米、それ以上とバリエーションをご用意しているのが特徴となります。今回の分譲地は新しいライフスタイルを提案する次世代型分譲住宅になります。地域交流や多種多様な価値観、ライフスタイルの人々が毎日を楽しく快適に暮らせる街を目指しています。今回の一番の特徴は IoT を積極的に活用しているところです。外からスマートフォンでシャッターの開け閉め、照明の点灯、玄関の施錠、お風呂のお湯張り、エアコンや床暖房の操作、訪問者の対応等ができるシステムを採用しています。快適性の向上と防犯性も高める効果があります。従来の美しい街並み、居心地の良いインテリア、家族がつながるプランニング、ハイスペックな設備使用に IoT を取り入れることで、今まで以上に毎日を快適に楽しく安心して暮らせる街になるのではないかと思っています。